ロンドンうちのマディソン軍、コートハウス。マディソン軍は、アメリカ合衆国オハイオ州内にある軍である。2000年現在、人口は4万213人であった。この軍の軍長所在地は、ロンドンであり、マディソン軍が1810年3月1日に、設立された時のアメリカ大統領、ジェームズ・マディソンの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、 マディソン郡は総面積 1207K 平方メートルである。このうち 1205K 平方メートルが陸地で0.16%の2キロ平方メートルが水域である。2000年現在の国勢調査でマディソン郡は人口4213人、13672世帯及び135家族が暮らしている。人口密度は33平方キロメートルである。 12平方キロメートルの平均的な密度に14,399件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人91.75%、アフリカン・アメリカン6.24%、先住民0.20%、アジア0.44%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.35%、及び 本決1.01%である。この人口の0.73%はヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は24.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.10%、25歳以上44歳以下が32.80%、45歳。 以上64歳以下が22.60%及び65歳以上が10.90%にわたっている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は117.00人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は121.30人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は44,212ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は5520ベイドルである。男性は35,251ベイドルに対して、女性は26,119ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は18,721ベイドルである。 18歳未満の10.50%及び65歳以上の8.70%を含む家族の約6.20%及び人口の7.80%は貧困線以下である。自治体及び軍区表示のマディソン地図アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。